はいこんばんは裸の大将です。ということで皆さん本日も「ザ・デイビホー」ねやっていきたいんですけど、えー、皆さんニュースでもすでにご存知だと思うんですけどこちらのゲームかなり叩かれてます。自分としてはこれからねどんどん改善と要素を追加していくことでまあそうだね可能性のある作品に 変わるんじゃないかなって見てはいるんですけどやっぱり現状はねみんなが満足いく作品ではないっていうことはね自分も感じておりますまあそんな作品ではあるんですけど先ほどね現時点の問題をいくつか改善するパッチが配信が開始されたんで今回はそのパッチの中で結構重要だなって思った項目の紹介とあと実際にそこら辺に 重点をを置いいいいててててプレイしていく動画を撮っっきたいと思ってま,す、えー、まずは今回配信された改善パッチの内容なんですけどこちらになりますまず最初にゲームとネットコードのパフォーマンスを改善このゲームグラフィックの設定を最低まで下げても激重だったんですよ特にこの今いる拠点 ウッドベリーはねなかなか重くてそうだね前回の動画見てる方は分かると思うんですけどマップの方もかうん探索をするマップの方も結構カクカクになるところが多かったんですよそこらへんのパフォーマンスを改善したとのことで実際に今ウッドベリーをねぐるぐる回ってきたんですけどカクつきはほぼなくなってました ただ、グラフィックの設定に関しては、低めに設定しているんで、これを高めに設定すると、カクつきが発生するかもしれないんですけど、まあ、低めで設定している現時点では、クつきはもうほとんどなくなったんで、本当に良くなったと思います。まあ、探索をするね、マップの方は、これから、えー、見ていくんですけど、おそらくこんな感じになっているんじゃないかと思います。はい。えー、続いては、 感染者がスポーンするメカニズムを改善、ワールド内で遭遇する確率を高めたあの、ゾンビがほとんどいないんですよね、いなかったんですよ、前回のバージョンは。でも、今回のパッチで、まあ、前回に比べたらゾンビが湧いてるよっていうことになってるみたいなんで、まあ、実際どれだけの数が湧いてるかは、このあとね、えー、見ていきたいと思います。はい 続いて、これかなり重要なあの修正なんですけど、アイテムストレージ、ね、貯蔵庫にアイテムを預けていたら、なんかバグでね、全部ロストしてたっていうね、報告が相次いでたんですよ。そこを直したみたいで、アイテムの紛失を防ぐストレージの小さな修正っていうのが入ったみたいです。ただ、小さな修正ってことなんで、今後もね、 ストレージの中のアイテムがロストする可能性がね、ありそうなんですけど、まあ、全バージョンよりかは、ストレージにアイテムを入れていても、まあ、なくなる可能性が下がったみたいです。これ、下がったじゃなくて、なくしてほしいよね。うーん、まあ、今後もね、ちょっと注意しながら、アイテムはね、預けていきましょうね。はい、それでは。 次なんですけど、こちらもかなり重要になっていてこのゲーム拠点にいる人の依頼を受けてその依頼、まあ、例えばそうだねアイテムこういったアイテムをいくつか持って帰ってきてほしいっていう依頼をこなすことで名声と報酬お金がねもらえたんですけどその依頼でもらえるお金が大幅に増えました。 以前のバージョンでは依頼を一つこなすと1000ウッドコインもらえてたんですけど今回から5000ウッドコインだから5倍の報酬額をもらえるようになりましたこれはすごくありがたいなって思っていてちょっとねリスクに見合ってないところがねあったんですよねあのこのゲームの依頼っていうのはもちろん他の人と 被ってるる場合があるんですよねだから他のプレイヤーの人もそのエリアにね何人も集まってきて戦闘になるリスクがねすごく高くなったりするんですよ。にもかかわらずもらえるのは1,000ウッドコインでこれで何が買えるかっていうと例えば食料を買いに行った場合缶詰がね2缶ぐらいしか買えないんですよ。 確かね、水に関しては1000を超えてたんで、買うことができないんですよね。うん。リスクも高くて、ゲーム内の物価も高いのに、報酬がね、低かった。そういった感じだったんですけど、今回金額が5倍に増えたことによって、リスクはね、伴いますけど、それなりにいいアイテムが買いやすくなりました。 はい。以上がね、今回の改善パッチで、自分が個人的に注目したね、えー、改善の内容の紹介になりました。今回話したね、こちらの改善項目以外にも、ただね、うん、改善された点があるみたいなんで、気になった方はね、公式が出してるパッチノート見てみてください。はい。それでは、えー、これから実際にどんな感じで 変わったか見れる限り見ていきましょうはいえー、それでは早速、えー、やっていきますなんかね個人的にねここら辺のレスポンスも上がった気がするマップの切り替えとかインベントリの部分うん。あとねこの射撃の切り替えの反応もなんか変化があって うん。ちょっと反応が良くなったなっていう風に印象を受けました。前よりかはね、なんか、そうだね、射撃しやすいかな。いや、移動がね、ほんとスムーズになってる。うん。前は結構、こういった、まあ、でかい通りに出るとね、角く、書とかね、 なったりしてる印象だったんですけど、今走ってる限りはね、引っかかりはほとんど、ほぼない、ですね。まあ、はっきり言えることは、全バージョンよりかは明らかに良くなってる。うん。これをね、どんくらいだっけ約1日で、うん。パッチ出してきたから、これぐらいの改善のパッチを、 毎日出してとはね、まあ言いませんけど、さすがに体に悪いんで、向こうのね。うん。まあ、結構短いスパンで定期的に出していけば、今とんでもない不評の、そうだね、評価を受けてますけど、プレイヤーの人たちは、まあ再評価してくれるんじゃないかなと、自分は思います。うん。だからこのゲームの命運は、 開発側がどれだけね、本気を出して、うん、改善に取り組んでいくかが、鍵になってくるでしょうね。えー、っと、あと、今の時点で、ゾンビとね、えー、遭遇しておりません。うん。だから、劇的にゾンビが増えたってわけではないっぽいね。全バージョンよりか、 ある程度ゾンビが増えたよっていう感じになってるんでしょうかねうんで今回ねそう警察署が今あったんで真ん前にあるんだけど今ちょっとこの中探ってみる銃器関連が多いかもしれないただ人が集まってきそうな雰囲気もあるよねだからちょっと警戒はしていきたいですね しかもアサるとそしてあのアイテムがない結構箱が開いてるうん足音聞こえない来てるかもうんやっぱみんな穴場って思ってあっぶない危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 ないゾンビゾンビ あの状態だと視界に入ってないから足音さえならさんければ気づかないっぽいねうんそうだねあのー、ほら金庫も開いてるもう荒らされた跡っぽいやっぱ考えることはねみんな一緒っぽいね一応開いてない箱とかもありましたけど重機は今のところ出てきてない ここいいねタイミングよく来てくれれば殺菌人が奇襲しかけうん奇襲しかけることはできるけどいた,いたいたいたきたきたよ来るかあいた 結構いい装備っぽいねあ奥行った奥行った奥行ったあーくそかなりこっちが有利だうん有利だったんだけどくっかねこっちからアサルトっぽいよねなんか装備的に 裕福だもん。裕福なプレイヤーっぽい気がした。あ、結構聞こえるね。あさってる音。今近くにはいないもんね。向こうからしか来れないから。うん。それなりに距離は今離れてると思うんだけど、結構あさる音聞こえる。だから自分も注意せんと。 いったね特にね今大きな音はしてなかったんだけどあれかねあの下の階で走り回ってる音が上に伝わったんですかねまあでもあれやりやり合ってくれれば勝ち合ってる隙に後ろから漁夫できるんだけどアーマーはねアーマーあれあ出ちゃった。 あ、ダメージ入った今。なんか弾いてなかった。ダメージ入ってない気がするね。これ、あれだ。オブジェクトの隙間を通る処理がね、まだされてない、うん、されてないっぽいね。今絶対何発かは、そうだよね。あの、オブジェクトの隙間抜けて、 当たる位置で射撃してたもんでもなんか弾いてる感じがしてたよねキンキンキンって火花散ってたからあダメだダメージ入ってないわうんまだ細かいオブジェクトの処理がされ,されてないっぽいだからなるべく障害物がない方向から打たんとダメっぽいねあダメだなこれ。 これミスったね絶好だったでうんポジション的には絶好だったんだけどダメだちょっと怖いねこれ待ち伏せされてそうどうすかね出るに出られんごだったまだいるまだいるまだい,まだいるまだいるおっ おお前らおかしいだろうあっちに行けよなんでなんでこっち行くんのうやばいやばいやばいア、うん、ップななんでこっち行くんのあっちでしょどう考えても重声的にやばい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 出血してる出血してるこれ死ぬ死ぬかもな大量出血って書いてる止血剤持ってきてないよ ああ、これダメだ。髪なんていらねえんだよあ。ダメかも、死ぬかも、これ。自然に回復すんのかね。時間経過で。いや、なんか無理臭いね。マジか。ゾンビの引っかきで大量出血するわ。だ、ダメ臭い。<laughs> ダメ臭い。ああ、ダメだ。 出血で HP が1でとどまるっていうことはなくて、ちゃんと0まで行ってゲームオーバーになりますね。ごめん、あのね、6ができてなかった。今ね、あのミッションでトランシーバーを3つ持ってきてほしいっていうミッションを受けてる。これ成功すれば5000もらえます。ちょうどね、いいとこに、うん。 スポーンできて、今そのミッション受けたんだけど、どうやらね、その、引っかかってんね <laughs>。ここら辺甘いね。あったあった、これだ。o k o k ケー。これを3つ集めて、うん、行かないといけないんだけど、はい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 。いけるかね武器持ってないわ。だから、 相手もちょこちょこ集めて変えるって人っぽい。いやこれ、これちょっともうやめとこう。うん。判断が遅かったね。やれそうだった。けどまあ武器持ってないからいい物資はなかったでしょうね。まあああいった感じでお金ない人はランニングして稼ぐしかないっぽい。現時点では。 うん、でそうちょっと話戻すけどどうやらねこのゲーム依頼ですかね依頼に関してはこっちのマップに来た後も選択が可能っぽくて自分のスポーン1に合わせてうん任務を。 受けることがね可能っぽいです来ねえな早くしてくれで今回はまだゾンビ見てませんありがて六60発でかいでかいでかいちょっともうこれ捨ててバレてんねバレてんね かなり、うん、身隠してたんだけど <laughs>、音で気づかれましたかねそれとも、目が超良かったゾンビですかねあ、弾だ。これ、高めの弾じゃなかったっけなら、こうで。OK。ちょっとね、遠いね <laughs>。うん。 5000ね、欲しいね。どうにか3つ。手に入ったから。トランシーバー。そこまで見して今日はね、終わりにしたい。中。あップな。こういった時はね、もう中でやったほうがいいよね。 うん、狙われづらいから他のプレイヤーからさっきね銃声聞こえてきたんだよね近くでお願い返してくれマジでマジで返してくれヘルメット <laughs> ヘルメット持ち帰らしてうんこれ絶対高いよね帽子よりかはそうだよね頭守るから これはちょっと持って帰りたい。で、あの、ゾンビのね、印象なんですけど、遭遇率が上がったってよりかは、ちょっと待って、なんでなんでなんで、なんで。ちょっと出よう。あとで話す後あとで、あとで。もう一回いいんね。もうやろうか。 オッケオッケもういいない,危ない,危ないあ、いんね近くにいるわそうだねゾンビあの、遭遇率が上がったってよりか1回遭遇した時のゾンビの数が増えたって印象を受けましたうんさっきから ゾンビとね合うんだけど高確率で2体以上いますねうんだから遭遇率っていうのはそういった意味合いだったみたい一回会った時に襲ってくるうんゾンビの数が増えるって意味だったのかもしれないオッケーオッケー食料庫ここね結構こまめに来るといいですよ皆さん食料が手に入るんだけど この世界ね、食料関連結構高いんですよ。まあ、多分、冒頭でも話したと思うんだけど。特に缶詰関係がなかなか高くて、こういった飲食店舗を見つけたら、ちょっと調べてみるのもいいと思います。うん。それなりにお金になる。このアラーム切れないのかねめちゃんこ切りたいんだけど。 ほら、これ。これはミルクだ。ミルク結構高いんじゃないこれ。ね、枠も2枠取ってるから。オッケー,オッケー、?OKOK。間違いない。え、出れないリュックを下ろす。あ、やっぱなんだ。しまったね。まずいまずいまずい。今ね、あのー、脱出ポイント来たんだけど、そう、リュックを。 なんだっけリュックを下ろすっていう脱出ポイントに今来てます。だから、本当にリュックを下ろさない、下ろしてじゃないとこっから脱出することはできないっぽい。あと、前回の動画でこの避難リュックなしってところからリュックがなかったんだけど、出れないときありましたよね。あれどうやら、そのゲーム上の時間帯によって、 脱出できるとこああ終わった脱出できるとこと脱出できないとこがあったみたいで今いたここはゲームの時間が夜の時間帯だとこっから脱出できるみたいなんですよで今も火が上がったからここ使えなくなっただから昼間に脱出できる脱出地点を目指さないうん目指さないといけないってなってくると この下の下部分は夜なんですよね。よく見るとお月さんマークがあるんですよ。で、上が通常の脱出。で、もうこっちは無理だよね。遠いから。そうだね。こっから出ようか。ここが昼間に脱出できるポイント。よく見ると太陽マークがついてるんですよ。そこで昼出れる脱出ポイント。夜出れる 脱出ポイントっていうのを確認してくださいでえー、とリュック捨てないといけないんだけどどうしよっかね何捨てようかね結構限られるんですよね持ってない持ってない ゾンビに任せようかどっちみちねあのあの人倒しても物資持って帰れないからあ行かないねダメだダメだいや行ってくれよオッケーオッケーあーああ前方のやつも見失ってるうん 多分先行ったね。今先が脱出ポイントだから。そうだね。武器も持ってなかったから、多分もういない。OK。どうですかね、これで。今、リュックの。あ,あ、ダメなんだ。もうリュック自体を捨てないといけないんだ。ほら。あのー、リュック。 で増えたインベントリの場所のアイテムだけ捨てたんだけどそれでも脱出できないっぽいあれ出ないうんだからリュックを持って本当にこっからは脱出ができないからリュックも下ろさないといけないあっ出たオッケーオッケーオッケー <Stay still. S 1> オッケー脱出 オッケー無事にうん生還ですヘルメットも持って帰ってこれたで今ね武器ねこれだけ持ってるそうあのー、M16 もね実は以前手に入れたんですよでトランシーバーはエダーとかエダード、うん、武器ショップに持っていけばおそらく監禁してもらえるはず ああんねタスク、well、done, I I ワーニングえっ、ー、とバックバックパック、like. あそういうことかパンパンだから今お金を渡す枠がないからダメっつってるえっとあ結構ね回復薬高値で売れる600だってしまったなミルクが今100だったよね 100兆円あの手に入れてたんだけどね回復薬もう3パックだからそっちを売った方が良かったねレーションと缶詰高いねうんお金これはあっ等級があるっぽいね缶詰にも倍ぐらい違った オッケーどうだお金はやったー見てみんな50005倍もらいましただから今回のでショットガンまで買えるわアサルトライフルも買える M16 うんいやこれはありがたいね今までのバージョンだったらえっとだから3回タスクをこなさないとアサルトライフルとかショットガン買えませんでした はい。ということで、本日はここまでにしておきたいと思います。かなり依頼でもらえるお金が増えたんで、装備関連をね、すごく買いやすくなりました。あとは全体的なゲームの FPS のパフォーマンス向上、こちらもね、すごくあの、ありがたい、えー、っと、改善になりましたね。ゾンビの改善については、まあ確かにね、あの、ゾンビの数は増えてたんですけど、まだまだ うん、ちょっと少ないって感じたんでまあここら辺はね今後の改善に期待したいですね今回のこの改善パッチでうん快悪な部分っていうのは見受けられなかったので今後ともこの調子でね改善で子ともしていってもらって何つうのかなおめえですかねおめえを返上してもらいたいですね今後ね需要がもしあるようだったらこんな感じでちょこちょこね あの改善パッチが当たったら紹介していってそこら辺をね見ていく動画撮っていきたいと思ってるんでまた動画が上がった際はね是非とも見てやってくださいよろしくお願いしますそれでは島津の「THEDAYBEFORE」になりました失礼させていただきますバイバイチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました